クリー語は、アルゴンキン語派に属し、カナダのアルバータ州からラブラドールにかけて、約5万人の間で話されている言語である。以下の文におけるカタカナでの発音表記は、日本語話者に簡易的に音声を知らせるもので、必ずしも現地語を忠実に再現していない。死因のクリー語の方言連続体は、いくつかの区分に分かれる。オンタリオ州北部から、ケベック州北西湾岸部にかけて、と、 S, s の間に明確な区別があるが、西部、東部では区別しない。西部では s とのみ発音し、東部では、または h のいずれかで発音される。長母院北部の平原クリー語と森林クリー語を含むいくつかの方言では、長母院 e と i は i 一つに集約される。ケベック州の地差し人、ワプマグストでは、長母院 e は、長母院 a に集約される。 しかし、クリー語諸報とのうち最もバリエーションに富んでいるのは、アルゴン金祖語の L に起源を持つ音である。下の表を参照。Y 方言の平原クリー語話者は自分たちの言語を、ネヒーオウィンと呼び、森林クリー語話者は、ナイアスソーイーウィン、湿原クリー語話者は、ネヘノーウィンと呼ぶ。これは、数語族のダコタ、ナコタ、ラコッタや、古代教会スラブ語の母音の現代スラブ諸語への、 変化に見られる音の交代と同様である。クリー語諸方告との音韻的なバリエーションのうち、もう一つ重要なものに、アルゴン・キン・ソゴにおける系の高校が4科がある。オンタリオ・ケベック宗教の東では、アルゴン・キン・ソゴの系は、全母音の前の位置で、t に変化しているを参照。クリー語の地域語連続体はしばしばクリー語とモンタニエ、語に分けられる。クリー語には系から、 t への変化を経ていないすべての方言が含まれる。他方、モンタニエ語の使用される地域では、この変化が起きた。この分類は、言語学的な観点からは有用だが、東部クリー語が、モンタニエ語となるため混乱を招きかねない。実用上は、クリー語とは、通常聖書法に、音節文字を使用する書法言のことであり、モンタニエ語という呼び名は、ローマ字を用いる書法ことに使われる。 ナスカピゴという呼び名は一般にチカマ町語とナトアシシ種、語を指す。クリーゴ諸法ことは、概ね9つに分類される。西から東へ、順に、以下のような方言がある。出現クリーゴには、音素、に、違いがある。東部方言と、西部方言がある。西部方言では、ガエスと同一になっている。ジェームズ・ワン、クリーゴには、北部方言と南部方言があり。 区別する母音の数が異なっている。北部方言では長母音、A と R が統合されているが、南部方言では区別される。ただし、両地域の和者は容易に一疎通できる。多くのアメリカ先住民の言語同様、クリー語は、方合語的形態論、統合論を特徴とする。クリー語では、英語ならば数語必要になるものを非常に長い一語で表すことがある。その一方で、 クリー語が英語よりも簡潔である場合もある。例えば、平原クリー語で、学校という単語は、気好きなホマトイケイミックで、これは、知るから、手で、から、刺激から、してあげるから、再起、場所という要素からなり、共に例を挙げて、一緒に知る場所という意味である。ところが、彼はいつも、あんな風に踊ったを、平原クリー語で言うと、単に、キーシナナメイトとなる。 クリー語処方庫とは、東部、ケベックやラブラドールを除き伝統的に、カナダ先住民文字の一種である、クリー文字で書かれるが、ローマ字で書かれることもある。最も東の処方言は、ローマ字のみで書かれる。クリー語は、カナダ西部にのみ見られる二つのクレオール語の元になった言語でもあった。チフ語は、クリー語と、フランス語から生まれた言語で、バンジー語は、 クリー語とカナダのスコットランドゲール語からできた言語である。これらはカナダ西部でメティ族の移住者、定住者により用いられたヨーロッパ人との接触語一定の時期までクリー語の多くの語がチヌーク語を元にした公益語でも基礎を成した。クリー語の社会的、法的な位置づけはカナダ全体で様々である。ノースウェスト巡州でクリー語は7つの公用語の一つだが、 同州のフォートスミス周辺で少数の和社を持つのみである。多くの地域でクリー語は多数の住民に話され、学校で教えられる活発な地域言語だが、他の地域では和社数が激減している。クリー語は北米で消滅が危惧される先住民言語には数えられないが、多くの地域で公的な支援がほとんど施されないため、消滅の可能性があることに変わりはない。 ありがとうございます。